はい、間違えました。箱草を置きましたね。懐かしい。スプラ1の、スプラ1の、箱具倉庫は、当時はとてもとても人気なステージだったはず。わかんない。真実はいずこへ。まあ、正直、俺好きだったんですけど、戦いやすさが一番あった気がします。あ、ローラーが左からコロコロしてきた。あ、いっせい。これ今回アシストないんすよね。スプラ1は。アシストがないから。え、直撃もらってなんだこれは。うわ、攻撃ガン済みだ。これインク踏んでたら直撃一発で倒せるやつだ。これ安全手術ないからな。いや今一発か。しかもなんかちょっとラグかったよね。まあいいんですけども、このステージはスプラ2と同様に抑えが強いというか、シールドを使って置いとけば敵が侵入しづらくないかな。やべやべ、抜けて今の時間。足元濡れへんかったな。俺関西出身じゃないのよ。時々関、なんか事故来てる。関西弁ってなんか、関西弁だと分かってても、自分が東京に住んでても、なんか出ちゃう。なんか出ちゃう。ね、いや、右めっちゃ抑えられてる。シールド邪魔よ。おい、やれんか。待って、ローラー行っちゃダメ。危ない。これ一緒に。いやー、敵が来てる。待って、はい、シールド上げる。頑張れ、行ってこい。あー、それは無理。メガホンレーザー強すぎる。てか竹も攻撃ガン済みなんだけど、もうやだ。あ、攻撃ガン済み強すぎて、メイン性能と一緒ですね、スプラ2でいうと。ただラピッドブラスターにも影響が出たりね、どの武器にも影響が出るんですよ。ノバも一角だったりするのよ、爆風で。それがびっくりするよね。だから防御つける、防御っていうギアがあるんですけど、今回ちょっとつけてなくて、なんなら俺も攻撃つけてるという。フフ、96ガロンで防御で耐えれちゃうからさ、面白かったんじゃない、意外とその防御と攻撃調整。そしたら2はメイン性能しかないんですけど、どうしよう。いやー、めっちゃ狙われてる。やばいな、やばいやばい、一人で孤立しちゃった。え、行っちゃおう。良いかで、ごめんなさい。よし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 、イメージ成功。いやあ、私はきついよ。ああ、倒した倒した、打開できる打開できる。あれ、みんなみんな来ない、仲間来ないんだけど。ちょっとなんかリスキルされてる、味方リスキルされてる。ちょっとこっちにいる敵に助けてあげないとねえ、もうダメだ。ダメだ、孤立してたはずだ。負けました。負けしました。せっかくの箱具倉庫負けてしまいました。ありがとうございました。しょうがねえ。あー、リベンジだな。箱具倉庫よろしくお願いします。ここリッター強いよね。味方リッターいるわ。全部倒していただきたい。とりあえず左の通路を抑えに行きましょう。ここだけ抑えてれば味方戦いやすくなると思う。やれそう、オッケー。記録長いから。お、ナイスナイス。ん、ちょっとこっちにも来てるな、敵がいますね。ここだね。ローラーにメガホンレーザーついてんの面白いよな。そしてね、このゲームでマッチングする時間がすごい長くて、3分の試合、おえ、なんだい、びっくりびっくりびっくり。なんか入ってた、自分に。まあ、多分右の通路が抜けてったのかな、最初に。ローラーの塗り跡かと思ったんですけど、カーボンもいたね。またリスキルされる未来が見えるよ。とりあえず塗りまして、これ怖いね、これいたら怖いよね。またカーボンとか来た、いないわ。来てなかった。マップがさ、見るに見れないからパッと見ないといけなくて、スプラ2って X ボタン押すとさ、いる。
X ボタンで見れるんだけど、スプラ1はちょっと首をね、かしげないと、パッドを見ないといけないから、一回画面目離しちゃうんですよね。それがちょっと大変。ほぼ見ないんだよな。起きてるか？あ、でもいい感じに押さえてくれてるね。楽だ。やることなくなっちゃった。ちょっと塗っといて、相手ローラーいるし、多分あんま塗り返せないと見て、ちょっと塗っといた方が最終的に試合に勝てる可能性がね。なんか味方めっちゃグイグイってない？逆にあれがリスキルリスキルしに行ってんのか。このステージ抑え強すぎて俺も行っちゃおう。うわあ、びっくり。うわあ、今いたよね、カーボン。カーボン消えた、どっか行った。そこか。すごい。みんな前出すぎたっていうか。ここでいいやん。だからメガホンレーザーだけ。気をつけよ。あ、どんまい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 。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。メガホンとスパショかな、気をつけなきゃいけないの。来てますね。バレルスピナー来てますね。あ、溜まった。スペシャルか。あれなんだ、スピブラッシュか。じゃあ無事だ。やばい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 。なんか、なんでいんの？なんでいんの、こんなとこに。見えなかったんですけど。急に現れるイカ忍者か。イカ忍者にしても見えなさすぎたな。そうそうした。運ぶ倉庫、リスキル倉庫みたいになってるけど。いいんかな、スプラ1の。ありがとうございました。あ、ハコフグ倉庫が良かったな、正直。モンガラキャンプ場はちょっと、勝ちたくても勝ちにくいようなページでもあるから。待って、レールなかった、今。行きづらい。これ、右ってさ、残り1分なので行けないよね。あ、味方どんまい。あ、オッケー、俺が。リベンジして、おー、局長狙ってる。はあオッケー。ここ強いわ、ここ。ギリギリだな。どっちかというと、チェリーの方がね、強い。あー、ナイス。あー、絶望無理だ。場所が無理だ。あー、飛んでった。頑張れ頑張れ。これちょっと塗ってあげよう。ちょっとチームのことを考え、まあ、これでね、こっそりダイオウイカも貯めてるんですけど、スペシャルがスプラ1のスペシャルでほぼ無敵、まあ、これ使ってる、スペシャル使ってる最中はやられないっていう無敵スペシャルなので、インクアーマーよりもね、まあ、優秀っちゃ優秀だけど、今インクアーマー味方守れるから優秀か。あ、降りてきてる。え、俺のキルじゃない。このバリアも無敵なの。おい、こら逃げるな、ダメで。ありがとう。あのバリアと俺の弾薬が無敵なの。飛んできてるし、ステージャン強すぎる、見えなすぎる。人気カツカツだな。もう飛んできてないね。ステージャンも強いからな。そういえばそうだな、スプラトゥーン。このステージ難しいから気をつけなきゃ。敵の姿が見当たりません。思ってますね。竹か。ここか。あー、落ちちゃった。そんな落ちるつもりなかった。ここのさ、レールがないからさ、ここ歩いてても敵が来ないっていう。ただ、ここだけなんかね、よくわかんない。通路があるんですよね。うわぁ、竹だと思ったけど、チャージャーだ。ね、シールドを置いてここ塗ってるだけですげえ嫌がらせになると思うんですね。相手ピンチついてたな、今。ちょっと塗っとこう。もうなんか戦わずして勝てそうなんですけど。ほら、味方強いよ。チームの差が出ちゃう、チームの差が。オッケー、ダイオウイカ溜まっていく。最後抑えとこう。もうこれ来れないでしょ。
あー、チャチャがめっちゃ見てますね。オッケー。うれうれかわいそう。勝ったな。ありがとうございました。無事に勝利。